2018年11月5日5時30分。ネットで見つけた怖い話。第4911話、布男。江戸川沿いを一人で歩いていたら、前方からスポーツ借りで白いタンクトップ、短パンの男が走ってくるのが見えた。遠目で見ると風でゆらゆらとたなびいているように見えた。近づいてきてわかった。男は体の厚みが布切れほどしかなかった。服も体と同じようにぺしゃんこで、本当に全身が風でたなびいていた。男はニコニコ笑いながら近づいてきて、すれ違いざまに。ビビってんじゃねえよ、バカ。と笑顔のままでいい、バサッと大きい茶封筒を投げつけてきた。呆然としている俺を置いて男は走り去っていった。封筒の中を見ると、新聞の売り込みチラシが30枚ほど入っていた。古いもののようだが、どれも霊園や葬儀屋の広告だった。どのチラシも地域に一貫性はなく、全国各地のチラシだった。怖くてすぐ捨てた。男はその後見ていない。今度見つけたら遠くから写メ撮ってやる。ネットで見つけた怖い話。第4912話、幻聴。じゃ、投下させていただきます。すごく微妙な話で道徳的に気分が悪くなる人がいるかもしれない。あらかじめ謝っとく、障害者が出てくるけどそういった人たちを差別するつもりはありません。俺の住んでる地域は、田舎ほど関係が密接でもなく、都会ほど割れ関せずでもなく、アパートなんだけどなんとなく他の部屋の人のこと知ってるし、大家も同じとこ住んでてよく挨拶したり雑談したりするし、でも噂話とか悪いのに限って耳に届きやすい、そんな場所。俺は、そこに何年も住んでて、他の人もあまり出たり入ったりしないから、なんとなく下で顔合わせて、アーマル会のバツバツさんだと分かって挨拶。顔見知りとはたまに立ち話もした。そのアパートに一人おっさんが住んでた、多分俺より前から。そして多分娘と思われる女もいた、その娘さんは見た瞬間、アーチ的障害のある人だってすぐわかる人で、規制上げたり、ブツブツ何か言ってたり、すごい格好で外出たりとかあった。ちょっと怖いなとは思ったけど、相手は女だったし、父親も何考えてるかわからん不気味な人だったから極力関わらなかった。どういう生活してるのかまではわからないけど、娘さんは月何日かこっちで親父さんと暮らして、それ以外はどこか別のとこで生活してるっぽかった。213。210で、ある時、夜中にその娘さんが大声でわめいてるわけだ。そういうこともあるけど、その日はもうずっと、俺が聞いてただけで1時間は休みなく騒いでた。ドアをどんどん叩いたり蹴ったりしながら、開けろよ。開けろ。って騒ぐの。父親に締め出されたにしても騒音迷惑すぎると思ったけど、やっぱり関わりたくない。次第に同じ階の別の部屋のドアとかも叩き出して、開けてよ。開けてよ。って涙声なの。その娘さん、結構いい歳なんだけど、口調がしたったらずで、それで子供みたいに、開けてよー。って泣き叫ぶわけだ。怖かったけどなんか胸も痛かった。誰か別の部屋の人が警察呼んだみたいで、娘さんは連れてかれたけど。翌日、耳にしたこと、あの部屋の親父さん、亡くなってたそうだ。ちょっと前に。事故死って言ってたけど、状況的には自殺じゃないかって。それを娘さんは知らずにいつも通り止まりに来て、鍵を開けてもらえず騒いでいたらしい。もうなんとも言えない気持ちになった。214。210それから娘さんはまた来た。今度は事情がわかってるから余計に怖いし悲しい。ドア開けて出て、そこにお父さんはもういませんよって言ってやる勇気もない。恥知らずに本音を言えば声かけて楽切れされたら嫌だって思いもあった。何日か娘さんは通ってきて騒いだけど、しばらくすると来なくなった。ほっとしたのもつかの間。嫌な噂ばかり聞こえてくるもんで、娘さんが亡くなったそうだって聞いた。死因は聞いてない。
他人事だってわかってるのに強烈に開けてよ。が記憶に残ってて落ち込んだ。夜眠れなくなって、病院行ったりもした。夜にドアの外遠くで、開けてよ。って声がかすかに聞こえる。聞くたびに、開けてあげなくちゃって気になって怖い。声が聞こえなくなるとすごい罪悪感で気分が悪くなる。他の人も同じような経験でもしたのか、結構長く住んでたはずの人も一人二人と出て行った。新しく入る人は、挨拶も会釈もしないで目すら合わせずすれ違うドライな若者タイプが多かったかな。新規の人はあの出来事を知らないからか、特に何が気になる風でもなかった。ほとんど口聞かないから本当のところはわからんけどね。特に付近でホラースポットだと話題になることもなかった。210を俺もさっさと出払えばよかったけど、懐事情とか仕事とかいろいろあって、ずるずる残ってた。もしかしたら、もう開けてよー。が聞こえてるのは俺だけかもしれないって思うと余計に出て行きにくかった。だから、開けてよー。って声が近づいてるなと思った時は、どうしようか本気で悩んだ。近くに来るとドンドンって叩く音もかすかに聞こえてくるようになった。もし俺の部屋のドアを叩かれて、開けてよー。って言われたら、開けなくちゃいけないって本気で思った。部屋が違うぞバカ野郎とかこっち来んなとか勘弁してくださいとかもう頭の中ごちゃごちゃ。ほとんど俺が病気みたいになってた。んで、同僚 A。妻子持ち。に2年以上も昔のことを未だ気にしてるのは異常だって言われてハッとした。なんかつい最近の出来事ってイメージがずっとあったけど、実際その出来事から2年は確実に過ぎてる。もう幻聴ってレベルじゃない。そもそも俺は、それまでこの、開けてよう。お神経過敏での幻聴だと思ってた。そうかもしれないし、そうじゃないかもしれない。どっちにしろ俺が参ってたのは事実だってんで意外に勤めてくれたんだ。奥さんと子供いるのに。そしたらその日は全然聞こえてこない、開けてよう。が、朝起きてから A にそう言ったら、じゃあやっぱりあのアパートにいるから聞こえるんだ。早く引っ越せ。って言われた。すごい当たり前の対応なんだけど、こうやって一晩止めてもらった上でこの言葉だからね、俺。多分一生独身。ちょっと泣きそうだったわ。決心ついて速攻次探して手続きして引っ越した。環境変えたおかげか、幻聴。開けてよう。もなくなって不眠もだんだん解消されてきた。ついてくるタイプじゃなくてよかったって今は笑って言えるけど、もしあの、開けてよう、が俺の幻聴じゃなくて本当の霊現象だったなら、今もまだ、開けてよう、ってドアを叩いているのかな、誰かそれが聞こえる人はいるのか、誰か開けてくれる人いるのか、誰も聞こえてないのに続けてるのか、考えるたびにどうしようもない罪悪感で息苦しくなる。ネットで見つけた怖い話。第4913話、紙切れ。すまん、怖いかどうかはわからんが。2週間ちょっと前に公園でレポート書いてたら、00XD00X1300X8700X14XA0X14XA0X13XE。0X14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 X
くらいの子供だった。無言、無表情で紙切れを渡されて、気味悪いなと思いながらも家に持ち帰ったんだ。なんか見たことがある表記法だったから、暗号かと思って。でも、よく考えたら、5歳の子供がこんな暗号を作れるはずない。この時気づくべきだった。その日、俺は、事故に遭った。その謎なし編を住んでるアパートに置いて、買い出しに出かけたらトラックにはねられたんだ。それでしばらく入院して、やっと先日退院した。
家に帰って最初に目についたのはあの紙切れだった。すっかりそんな紙切れのことは忘れてたから、見た瞬間、そういえば、って感じだった。俺は、そのよくわからない文字列をよく見た。やっぱり、見たことのある表記法だった。そして、やっとその意味がわかった。俺は、未だに寒気が止まらない。あの子供は、一体何者だったのか、怖くて眠れない。219、あなたに、不幸と、苦しみを、移す。で、OK?0x14、0x13、0x14、0x12、0x14 で検索したら、ASCII 文字コードってのが引っかかった。なんかそれの16進むってのぽかったけど、そのまま文字に置き換えるとわけ不明だったので一旦、10進むの数字に置き換えた。そうすっと0から22の範囲で収まってるから多分0イコール A、1イコール B、2イコール C。となるっぽいなと思って置き換えると、A, N, A, T, A, N, I, H, U, K, O, U, T, O, K, U, R, U, S, I, M, I, W, O, U, T, U, S, U になった。ネットで見つけた怖い話。第4914話、悲しい顔をした男。すまん、怖いかどうかはわからんが。2週間ちょっと前に公園でレポート書いてたら、0x14 0x13 0x14 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 0x14
5歳くらいの子供だった。無言、無表情で紙切れを渡されて、気味悪いなと思いながらも家に持ち帰ったんだ。なんか見たことがある表記法だったから、暗号かと思って。でも、よく考えたら、5歳の子供がこんな暗号作れるはずない。この時気づくべきだった。その日、俺は、事故に遭った。その謎なし編を住んでるアパートに置いて、買い出しに出かけたらトラックにはねられたんだ。それでしばらく入院して、やっと先日退院した。家に帰って最初に目についたのはあの紙切れだった。すっかりそんな紙切れのことは忘れてたから、見た瞬間、そういえば、って感じだった。俺は、そのよくわからない文字列をよく見た。やっぱり、見たことのある表記法だった。そして、やっとその意味がわかった。俺は、未だに寒気が止まらない。あの子供は、一体何者だったのか、怖くて眠れない。219、あなたに、不幸と、苦しみを、移す。で OK?0x14、0x13、0x14、0x12、0x14 で検索したら、ASCII 文字コードってのが引っかかった。なんかそれの16進むってのぽかったけど、そのまま文字に置き換えるとわけ不明だったので一旦、10進むの数字に置き換えた。ソースと0から22の範囲で収まってるから多分0イコール A、1イコール B、2イコール C。となるっぽいなと思って置き換えると、A, N, A, T, A, N, I, H, U, K, O, U, T, O, K, U, R, U, S, I, M, I, W, O, U, T, U, S, U になった。ネットで見つけた怖い話。第4915話、ならないボタン。霊が寄ってくるって話で思い出した。
小学生の頃に友人宅で5人くらいで集まって怖い話をしてた時の話。学校の階段、都市伝説みたいなさして怖くない話をしてたんだけど、部屋の電気を消して、カーテン閉め切ってそれなりに雰囲気があったせいか、それなりに盛り上がってた。ボタンを押すと軽快な音楽が鳴るラジオ型のおもちゃがあって、どうしても怖くなった時はそれを押して怖い雰囲気吹き飛ばす。ってことで、それを5人で囲んで話をしてたんだよね。でもちょっと怖い話でもそのボタンを押しちゃって雰囲気ぶち壊し、わら。それを何回か繰り返してた時に、この家に住んでる女の子が、自分の家には幽霊がいるみたいな話をし始めた。幽霊がタンスの引き出しを勝手に開けたり、トイレの扉を開けたりするって話。なんか妙に生々しいというか距離感が近いというか、すごく怖かった記憶がある。続き、物静かな友達が一人いるんだけど、そいつの顔色があまりにも悪かったのと、リアルな話で雰囲気が重くなったからおもちゃのボタンを押してんだけど、ならない。四種のボタンのどれを押してもならない。みんな血の気がさーっと引いて電気つけてカーテン開けてテンションも、上げて一息ついた頃にボタンを押して、ようやくなった。そこからは怖い話をやめて普通の話をしてたんだけど、物静かな友達の顔色がずっと悪かった。結局その後は何もなくて解散したんだけど、帰り道に大丈夫？って聞いたら、家主の女の子が幽霊の話をしてる時に、怖いの？ボタン、押しなよ。って二人くらいの声で背後から耳元で話しかけられてたんだとさ。思い出話でついつい長文になってしもた。すまそ。ネットで見つけた怖い話。第4916話、狐の入れ墨。恥ずかしながら、俺は、風俗大好き人間なのだが、これまで何度か太ももに狐の入れ墨を入れた女に当たっている。狐の絵柄や大きさ、色も位置も全く一緒。最初は同一人物かと錯覚したが、女の顔が違う。定かではないが、体型は似ている。毎回全然違う女なのだが狐の入れ墨が共通しているんだ。女と出会う場所は近所から出張先まで様々。何度かこの話を振ってみたが、いつも怪訝そうな顔をされる。で、この間パーティーで可愛い娘をお持ち帰りしたのだが、その娘の太ももにも狐の入れ墨が入っていた。いい加減奇妙に思い、それとなく聞いてみたが、これまでのこととつながるような話は得られなかった。だが、彼女が携帯を開き、それを横目で盗み見たとき俺は、戦慄した。メール応答と電話帳を開いたその一覧画面に俺の名前があった。俺の名字は漢字、読みともにかなり珍しく、同姓同名は愚か、おそらく身内以外では同姓もいないだろう。しかしなぜかそこには俺と全く同じ名字名前があった。まだ電話番号を交換していないのに。言い知れぬ不気味さを覚え、その夜は全く眠れなかった。朝になったら女を送る気にもなれず、逃げるようにして帰った。あれから、風俗通いや女遊びは置いた減ったがなかなかやめられない。未だに時々狐の入れ墨を入れた女に当たる。その度にこの話をするが、みんな知らない、わからないという。しかし、最近になって女たちは何か隠しているような意味深な意味を浮かべているように思えてきたのは俺の考えすぎか？今まであった狐の女の人数は、はっきりとはわからないが、もう15、6、人にはなると思う。なぜ？ 264、九尾の狐を封じた殺傷石を砕いたら、破片が各地に飛び散ったとのこと。もしかすると。ネットで見つけた怖い話。第4917話、電車にて。会社帰りの体験談。全部で5回だ。実体験を 100% 増量で事実と捏造半々でお届けします。1日目。
この日は前日からの残業が早朝まで続き、仮眠をとってまた仕事というハードワーク明け。ふらふらだった。椅子に座れた幸運を喜びながら、梅雨時に缶詰で仁王寺分の大衆に辟易としていた。俺の下車駅まで、あと10いくつだかある頃に、乳母車を抱えた女性とその旦那さんが、混雑した車内に入ってきた。さっと立って席を開け、どうぞと手で席を指し示した。少しやつれて見えたからか、遠慮されてしまった。すると、すぐ斜め前にいた中学生くらいの子が、やっと、ありがとうございますと言いながら、赤ちゃんを抱き上げて、席に座ろうとした奥さんの目の前で、嫌がらせのようにどかりと座った。車内に、何とも言えない空気が漂った。こいつ、マジかよ、何やってんだ。最低。そんな視線がその子に集まり、幾人かはきつい視線を送った後、自分だけではないことを周りを見渡して確認していた。その中学生とおしゃべりしていた友達らしき子がすごく恥ずかしそうにしながら、おい、お前何やってんだよ。いずって、座ってんだよ。いいから立てって、座りたいんだよ。返事は妙に間延びしてた。表情は空白。普通本気で嫌味でやるつもりだったら、悪意の一つも表情に浮かぶんだが、それがないことが楽に不気味だった。結局、俺が座っていたのと反対側に座っていた、50代の女性が、こっち、こっちさおいでなさいと夫婦を招き、奥さんに席を譲っていた。二日目。日照りのきつい日の夜。俺は、この時は結構元気だった。同僚と飲んだ帰りで、新宿にいたので、西武新宿から電車に乗った。日本見過ごし、ガランとした車内の、どの席も選び放題の最前列に並べた。上石神井の手前で、見覚えのある夫婦が乗ってきた。またも、車内は混雑していた。今日は、以前よりも、爽やかに席を譲ろうと思った。そこのご夫婦さん、席を譲りしますから、どうぞ。そう言って笑顔で立ち上がろうとした瞬間、頭をガツンと殴られたような衝撃が襲った。わけがわからなかった。何にもぶつけてない。急速に息苦しくなって、目の前の人が使っていた吊り革にすがるように手を伸ばした。いぶかしげで、迷惑そうな表情をされた。でも、膝がガクンと力を失ってしまうと、指先からも力が抜けた。全くわけもわからないまま、意識がはっきりした状態で、俺は、倒れた。倒れ込んだところで、俺の頭をまたぐ、足が見えた。一瞬だが確かに見えた。車内は騒ぎになった。周り中の人が俺を気遣ってくれた。席を譲ろうとして立ち上がったら、いきなり倒れるなんて、なんて後味の悪い真似を、ご夫婦にしてしまったんだろう。申し訳なく思いながら、ご夫婦にすみませんと言った。旦那さんは、俺の顔を見て、あ、と一言発した。どうやら前にも席を譲ろうとしたことを覚えていたようだった。いえ、こちらこそ、立ちくらみですか？急に立ち上がるとなりますよね。すごく爽やかな好青年といった感じだ。仕草も合わせ持ったバリトンがとても心地よかった。俺は、立ちくらみということにして、大丈夫ですと周りの方々に謝罪と感謝を述べた。この時は、俺の隣に腰掛けていた、女子大生っぽい方が立ち上がって、奥さんに席を譲ろうとした。すると、息苦しさと、ズキズキと痛む頭が嘘のように楽になった。足が見えていた俺は、とっさに女子大生風の子を見上げた。彼女は何ともない様子だった。奥さんと俺と俺が腰掛け、目の前の方が場所を譲ってくださったので、旦那さんと女子大生さんが並んだ。さっきはびっくりしました、という女子大生のとても可憐な声が聞こえた。そういえば、倒れそうになった時、腰を思い切り支えようとしてくれたことを思い出した。それとともに、柔らかいものが腰に触れた感触が蘇ってきた。ごめんなさい。優しいお嬢さん。俺は、
結構野獣なんです。性的な意味で。3日目。この時の俺は、かなり不機嫌だった。残言明達下口で、常務からの呼び出しを食ったせいで、残業する羽目になったからだ。常務には、外回り中にサボりなんてやっていないと理解してもらえたが、憤然たる思いは残っていた。ムカムカとした気分でいると、上石寺に着いた。また、あの夫婦が見えた。よく会うなと思いながら、振り返ると、見れば階段すぐ側の立地だ。よくよく考えてみると、このご夫婦も結構周りに配慮がない。乳母車や赤ちゃんがいるなら、駆け込み乗車の多い階段側は避けるべきだ。それが、ひいては、赤ちゃんの身の安全も守る。すぐに声をかけた。席、お譲りしますよ。え？ああ、ごヘリがありますね。少々考えが足りないところがあるが、ご主人はとても爽やかな笑顔を浮かべた。そして立ち上がろうとしたとき、俺は、またも、気分が悪くなった。肩が重くなり、首筋から脳天にかけて痛みが駆け上っていく。奥歯まで痛み出して、なんだか、テレビで見た、血管系の病の症状にも似ていた。まさかひょっとしてと思いながら、俺は、人を押しのけてこっちにやってくる、旅館を見つけた。旅館は俺の肩をバシッと叩いた。おい、気分悪そうだぞ。旅館がこういう頃には、叩かれた瞬間から嘘のようにあの変な痛みと苦しさが引いていた。ひょっとして、またですか？旦那さんが心配そうに言うが、なんともない。いえいえ、今日ちょっと仕事場で嫌なことがありまして、人相、悪くなってたのかもしれません。元の出来が悪いからなおさら皆さんに心配かけてしまうんですよ。ははは。それは笑っていいのやら。いつもありがとうございます。奥さんが嬉しそうに微笑みながら、俺の開けた席に腰掛けた。旅館は、赤ちゃんを見て、太りすぎて腫れぼったい目のために、悪人面となった顔をたちまち崩した。奥さんが慈愛のこもった眼差しで見るのを、引きとして見つめた後、旦那さんを見て、すっと表情を引き締めた。この変化俺は、変だと感じ取っていた。旅館は、小平で降りた。俺は、まだ先だったが、旅館に続いて降りた。あの旦那さんには関わらない方がいいよ。え？あや、相当なろくでなしだ。実は前にも席を譲ろうとしたら、倒れてしまって。あんた優しい人だろ。いや、そうでもないですよ。そう言いながら、疲れてる時でも、自然と席を譲ろうとする変な習性のことも思い出した。でも、それは優しいとは違うような気がした。なので改めて首を左右に振った。優しくなんて。まあいいや、俺の目にはな。あんたの霊体の、髪の毛やら服やら引っ張る、四人の子供が見えたんだよ。は？ゾクッとした。そういえば、ありもしない足を見ていた。奥さんの方は、あや嘘がないな。けどあの旦那さんは、あや相当癖者だよ。やつ疲れてて、しかもタフだから周りに迷惑かける。私には、とてもそんな風には。そう言いながら、前に見た足を思い出して、語尾が震えた。疲れてる理由も大方あの亭主が、あの子供たちになんかやったからだな。性別もわからないくらいにぼやけてたし。多分あや水子だな。大方。女遊びしまくった挙句に片方で下ろさせでもしたんだろう。足が、足？最初に倒れた時、足が見えて。そりゃいけないな。あんた、優しいから、受け入れかけてるんだ。受け入れる？一つの体に魂一つ。これが原則なんだよ。疲れるってのは疲れるもんなんだ。取り憑かれるってのは、疲労するってことだよ。ああ。世間一般で言う霊様とかよか、恐ろしいぞ。なんせ、一度受け入れたら目には見えない、自分じゃ気づくこともできない。で疲れまくる。どうしたらいいんでしょうか。新人は？新人？新婚でもいいや。ああ、新人か。
クリスマスにはエセクリスチャンで、正月にはエセ神道、普段から何も信じてません。じゃ、心を強く持つんだな。え？ちょっと。何やら、医者にさじ投げられたような感。いや、俺もそんな感じだし、軽神様とかいやその教えを頭の中で唱えろとか言うんだけどさ。ああ、投げやりにってわけじゃないんですね。とにかく、あんたはほんと気をつけた方がいい。旅館はこう言って、肩をポンポンと叩いて立ち去った。よかったらもう少し詳しくご教授願えませんか。そう言ってみると、それはやめとくわ。実は俺ゲイなんでな。あんた、良い男だからさ。あんまり一緒にいるとその気になっちまうよ。てっきり霊能者かと思いましたが、ご職業は芸人でしたか。うははは、こや傑作だ。そうそうそんな感じで明るくしてや大丈夫。じゃあな、陽気は陽気を打ち消すって考えでいいんですね。あははは、は今度からそれ使わせてもらうわ。4日目。この日、本当に必要なものは、必要な時にはないのだと俺は、思い知った。最初にあの夫婦と会ってから、一冬を越し、春になっていた。その顔を見た時点で、半ば反射的に立ち上がった。どうぞ。え？ああ、お久しぶりです。奥さんが、こちらをぼんやりと見上げた。そして、ほんの少し微笑みかけてきた。なんだか正気がない。あれ？奥さんは赤ちゃんを抱いてもいなかったし、乳母車もなかった。車内で、する話ではないので、俺が何を言いたいかを察して、旦那さんが機嫌を制した。奥さんの顔を見やると、奥さんがキュッと唇を噛んだのが見えた。死んだのだ、と直感的に思った。その途端、スラックスの裾を、スーツの袖を引く感触がまざまざと感じられた。いるはずのないものだ。隣には、両隣には他のお客さんが座っている。袖なんて引かれるはずがない。でも、その感触がする。恐る恐る見てみると、服はなんともなってない。なのに腕がゆらゆらと引かれる感触に従って動く。異変はそれだけでは収まらなかった。袖を引く力が、俺の前方へと引きずるようなベクトルへと変わった。全身そう受け立っていた。何かとんでもないことになってる。もしかして、子供たちか？明るく明るく、ファンキーヒャハーと頭の中で叫ぶ。俺の意識が子供たちへと向いた瞬間に、見えた。一人を除いて、全員灰色のぼやけたもやのようだ。子供だとわかるのはその背丈から。残る一人は、俺の膝の上にいた。白い、輪郭がそれと教える、赤ん坊だ。な、んだ、これ。本気で怯えると、声を出すのも辛い。途切れ途切れの声は、電車のガタンごとにいう音に勝てなかった。俺の様子がおかしいと気づき、旦那さんが初めて、笑みを消して、すっと鋭い眼差しを送ってきた。どうか、なさいましたか。気遣いの心なんてこもってない声。ぐいっと袖を引っ張る力が強まった。俺は、投げ出されるように目の前の会社員の股間に頭突きをするようにして倒れ込んだ。会社員は男性シンボルのガードを辛くも成功させてくれた。ありがとうと言いたい。もし頭突きで玉破裂なんてしたなんてことになったら、俺は、会社にいられなかった。子供が、見える。俺がこう言ったのは、なりふり構っていられなかったからだ。アナウンスからもうじき次の駅だと知れた。何か後ろめたいことがあるなら降りると思った。両手男について無理やり座席に戻りながら、目の前の会社員の男性が向けてくる怒り顔に、申し訳ありませんと頭を垂れた。あなた、この5人の子供に、何したんですか？普通なら、頭がおかしい、と思われてもおかしくない言葉だ。けれど、はっきりと、ありありと、時も込めた俺の声に、旦那さんの顔に怯えが浮かんだ。ごくごく当たり前の、帰路につく人々を乗せた車内。な、何を、
頭おかしいんじゃ。一人は、赤ちゃん、あとの四人はぼやけてる。伊豆って聞きたいのはこっちですよ。よ、に、ひ、ひや。旦那さんが怯え出した。明らかに俺の言った人数に、心当たりがあるようだ。その時、ホームの側のドアが開いた。旦那さんが奥さんを突き飛ばすようにして、二人して降りていった。俺の目には、旦那さんの体にまとわりついた黒いもやが見えた。どれも、必死にママにしがみつこうとしている赤ん坊を、蹴ったり、殴ったりしている。それで、体を襲っていた変調が病んだ。俺と旦那さんのやりとりを聞ける位置にいた人すべてが、俺を凝視していた。少なくとも、旦那さんの怯えっぷりが、俺が単なる頭のおかしいやつではないという信憑性を与えていた。あの、子供が見える、とか、聞こえたんですが、恐る恐る声を発したのは、さっき危うく玉を潰しかけた会社員さんだ。迷惑をかけておいて事情も言わないのは失礼なのでと前置きをして。俺自身信じがたいんですけど、はい。というより、体を引っ張られてて、さっきはすみません。そう言った途端におじさんがひっと言って一歩の地に下がった。体を引っ張られていたというのがよほど、恐ろしかったらしい。よくある普通の満員電車で、夫婦の片割れが、目の前のくたびれた、どこにでもいるサラリーマンの言葉に怯えて逃げ出した。そのサラリーマンが、まだ怯えの残る、硬い表情でこんなことを言うのだ。聞く側の立場をおもんばかってみると、うん、怖いわ。少なくとも日常の場に、こんな、心霊とか言った、不気味なものは持ち出してほしくない。俺自身がそうだ。俺の両隣の席の人が立ち上がって、人をかき分けて離れていった。疲れているだろうに、申し訳ない気持ちで見送った。それは、大変。災難でしたね。で、もう大丈夫なんですか？ああ、あの人が降りたらついていきました。そうですか、お隣、よろしいですか？どうぞ。気持ち悪くなければ。ああ、いや、霊能者さんがそう呼ぶなら。私、ただの一般人ですよ。こんな体験、初めてです。そうなんですか？はい。二度と、ごめんですね。俺は、あの巨漢が今日この場にいてくれなかったことをとても、心細く思った。その時の心境はこうだ。あいにく俺は、掘られたくない。だが、この霊障から救う代わりに、手でこすってくれと言われたなら、間違いなくうんと言っていた。この日、俺は、ものすごい悪夢に悩まされた。旦那さんが俺に向かって、目撃者は死ねとわめきながら、襲いかかってくる夢だった。目覚めた時の、なんとも言い難い気持ち悪さの中で、視界に灰とか黒のもやがかすめたような気がした。この日から俺は、神社仏閣の前を通るときは、常に一礼する癖がついた。それほど怖かったのだ。283、電車にて9番号振り間違いごめちゃい一つ上は。5日目、その日は、俺は、立っていた。その前日もだ。前回、あの夫婦を見かけて以来、一度も座席に座ってはいない。上石神でドアが開き、降りる人たちに押されてドアの外には引き出された。そのすぐ横に、見た顔があった夫婦の奥さんだ。俺はすぐに周囲を見渡した。あの男だけは勘弁だ。あの男は、本当に、今更ながらに思うが、不吉な感覚がするとに、逃げ出すつもりで周りを見渡したが、あの不愉快な顔はなかった。黒いもやも見えない。あの、ひょっとして、奥さんが俺を見上げて、俺がたちまち怯えた表情であたりを見渡したことについて尋ねてきた。彼女は俺のスーツの裾を引いた。俺は、それがあの黒いもやの子供のように感じて、ビクッと体を震わせて振り払おうとしてしまった。それが奥さんの手によるものと気づいて、恥ずかしさが募り、赤面してから、すみませんとつぶやいた。
奥さんは俺にどこに住んでいるのかと尋ねた。俺は、八坂ですと答えた。奥さんは自分が西武遊園地が最寄りだと言った。前にお会いした時のこと、詳しく、教えていただけませんか？お茶くらいしかご馳走できませんが、奥さんが俺の手を握ってきた。何か違和感を感じたので、それとなく視線を落とした。左右の手のどちらにも指輪がはまっていない。そして、彼女の胸元にすがりつくように、赤ん坊の幻影が見えた。幻影であった欲しかった。見た瞬間、ものすごい悲しみが押し寄せてきた。気づいて、もらえない。抱きしめて、もらえない。呼んで、もらえない。これが、波長が合うということなのだと気づいた時には、深くにも涙がこぼれていた。わかりました。お付き合いします。電車に乗っている間中、俺は、努めて平静を装った。みんなも試してほしい奥歯を思いっきり噛みしめて、舌を上顎につけた状態で口の中から空気を抜くようにする。舌に圧迫を覚えるまでだ。眉間より少し上に力がこもるようにして、左右の耳を後ろ方向に動かすと、硬い表情の出来上がりだ。間違っても、鼻を膨らませてはいけない。耳を動かすときに鼻が動く人も多いので注意しよう。これが、私が社会人の啓発セミナー。危ないところではない。って教えられた、性感さを装う顔つきだ。286。電車にて9番号振り間違いごめちゃい一つ上は、西武遊園地に着いてから、彼女がタクシーを拾った。私は、夜の湖を見ていた奥さんが多摩湖ですと言った。夜の湖とは、ミステリアスで、デンジャラスな雰囲気がしますね。平静を取り戻した後にやってきたのは、ドキドキだ。奥さんはとても綺麗な方で、そして俺は、ジェアールリ、ボアイ、仲良い女性がいなかったわけではない、青春の甘酸っぱさを感じた経験が乏しいのとも違う。だが、すべてが良い友達という評価だった。甘酸っぱいマイナス感、酸っぱい思い出とでも言うべきだな。全くその気になれない相手から好きだと告げられたことが、幸運であったと気づく年齢に、俺は、なっていた。ここで巨漢の言葉を思い出した。明るくしてや、大丈夫。少なくとも、さっきの悲しみはもうどこにもない。ついでに、青春の中でやってきていたささやかな幸せを見逃した悲しみも、きっとすぐフライアウェイ、現実逃避という流れ。招かれてお宅にお邪魔した。結構古びた一軒家だったが、車2台入りそうな駐車スペースをはじめ、広々としていた。今に通されたところで、線香の残り香りが感じられた。仏壇はどこだと見渡して、閉じられたそれを見つけ、真っ先にそこに向かった。開いてみると、生前の赤ちゃんの屈託のない笑顔の他に、あの旦那さんの顔写真も飾られていて、位牌が2つあった。うすうす、感じていたことだ。あの黒いもやは、明らかに、害する目的でいた。前回会った後から、主人が、動くもやが見えるんだとはめくようになりまして。そうですか。奥さんの方は極力見ないように、出されたコーヒーに口をつけた、結構良い豆を使っているように感じられた。少なくとも、セールで 500G298 円の格安豆になれた俺の未来には、交渉が過ぎる、意訳するとさっぱり味の良さがわかりません。4人見えるとおっしゃいましたよね。そうでしたっけ。赤ちゃんの心を知ればこそだ。だからこそ鬼にならなければならないと思った。気づいてもらえず、抱いてももらえず、呼んでももらえず。このうち2つは俺が教えることで解消される。でも、抱きしめるのは無理だろう。俺のように見えるようになるなら良いが、あれだけ人数がいて、見えたのは俺と芸人さんだけだったのだ。奥さんが見えるようになるという前提で、教えるのは、奥さんを不幸にするだけだと思った。そしてそれは、ママを慕う赤ちゃんにとっても、決して幸福なことではないとも思った。
自分が辛いことを言いたくないための言い訳に過ぎないかもとも思って、自分が嫌になりもした。確かに、ご一人、赤ちゃんもと。やはり来たかと、心は身構えた。ああ、そうでしたね。その赤ちゃんは、今は、見えません。嘘をつくとき、人は思っても見ない行動をする。視線を避けてきたこの俺が、よりにもよって、嘘を言ってないと証明するために、奥さんの目をまっすぐ見つめた。奥さんはすぐに違和感に気づいた様子で、それを見て、俺が挙動不審であったことを理解した。自分の馬鹿を呪った。見えていらっしゃるんですね。では、先ほど泣いてらしたのは、それは、ですから、あの四人の黒いもやの子たちが成仏した子。俺の意識がそこに及んだとき、全身王冠が包んだ。母にすがりつく赤ちゃんの一部が黒く霞む。その霞がかった源泉をたどって、俺は、またも、あの黒い人形のもやを見た。四人。いや、四匹だ。そう呼ぶべきだと思った。悪いが、俺は、この奥さんに同情していた、この赤ちゃんにだってそうだ。俺の、鈍い感が、この四匹が、あの男と、赤ちゃんの死に関わっていると囁いていた。不幸を呼ぶものに違いないと、先入観まみれで結論付けた。今でも強く思い出すのは、この時の俺は、ひたすら頭の中でバカみたいなくったらない妄想とかを繰り広げていたことだ。明るく、明るく、前向きに、その感情のためならなんだって想像した。お決まりの奥さん助けてゴールインなんてものじゃない。俺は、昔セガールの宣伝が大好きだったので、そういえば自己紹介まだだし、うまく終わったら、セガールって答えてやろうとか思ってた。そんくらい必死になっていた。まあ、その回も全くなかったんだけどな。実は、私にも、見えるんです。え？あの人が、交通事故で運ばれた日に、病院に駆けつけたら、見えたんです。はっきり、言ってもらえませんか。どんなものが、見えたんですか。黒っぽいもやのようなものです。それから、時々。まーちゃんは、突然体調を崩して、お医者様も原因がわからないと言っているうちに、すごく咳込んで、苦しんで。そういえば、その時も、病室がもやに包まれていたような気がします。まーちゃんというのが赤ちゃんのこんなだと理解する。咳込んでというところに、俺が感じた息苦しさを思い出させられた。ご迷惑だと、思って、本当は挨拶だけにしようと、すみません。いいえ、すがりたくなる気持ちは、わかります。どう、すれば。私は、霊能者ではないんです。すみません、見えてしまった不運なサラリーマンです。そんな、では、黒いもやが、奥さんに群がるように見える。奥さんの体がピクリと震えた。でも、本物の方にアドバイスはもらいました。え？私にご主人に気をつけるようにと教えてくださった方です。うちのに、ですか。はい、私も漠然とですが、この黒いもやが、あの人を恨んでいるのを感じていました。表裏の激しい人だと、結婚して割と早くに気づいていました。失礼ですが、女性関係も相当。乱れていたのでは？遅く帰ることも、詮索でした。許してください。その先は言わなくてもいいです。アドバイスですが、明るく行こう、です。明るく？そんな、主人が意味深な死に方をして、まーちゃんもいなくなって、ここでふと直感的に間違っていたことに気がついた。彼女はすでに生きる希望を失っている。遠からずあの黒いもやに取り殺されるように思えた。本当に良いんだろうか。悩んだ末に口を開いた、まとわりつく黒いもやが見える。まーちゃんは、生きて、今も、あなたを守ってます。え？私がさっき泣いたのは、あなたの胸にすがる赤ちゃんが、気づいてもらえず、抱いてもらえず、呼んでもらえない悲しみに。でも、
今、私の目には、黒いモヤに叩かれて、蹴られて、それでも奥さんの胸にすがりついている光景が見えるんです。この子が、健在なうちは、奥さん、大丈夫です。彼は、ママが大好きなあなたの守護霊なんですよ。奥さんの両目に大粒の涙が浮かんだ。黒いモヤが、わっとひるんだように遠ざかった。いるんですか？ここに。彼女はふくよかな胸元を自らの手で押さえて、歓喜のあまりに滑舌も悪く、ほとほとと涙を顎から滴らせた。見ているものを、前向きな解釈で述べたまでだ。赤ん坊は、今も、ただ寂しがっている。その感情が叩きつけられてくる。でも、俺に救うことができるのは、生きている人間だけだ。赤ん坊に語り聞かせることなんて、俺には無理だ。見えませんか？見えません。でも、いるんですね。だから、あなたは泣いた。はい。ああ。まあちゃん。まあちゃん。赤ん坊の幽体が膨らんだように見えた。いや、膨らんでるのではない。まあちゃん、いるのね。ママよと呼ばれるたびに、白さが増していく。黒いもやが一斉に奥さんの顔めがけて殺到した。赤ちゃんの光が弾けた。黒いもやの一体が俺の顔面めがけてすっ飛んできて、俺の息子がちょっとだけ汗をほとばしらせた。あら、黒い、もやが、一瞬見えたような。トイレ、借りてよろしいですか？何か、ご覧にでも？その件は後ほど。トイレを借りて、カバンの中の真新しい下着に着替えた。危ういところでスラックスには清水に住んでいた。栄養に行くもの、常に清潔な下着を持ち歩くべしだ。おかげで大の大人にもなってお化け見てションベンちびったことがバレずに済んだ。トイレから出てきた時には、奥さんは落ち着きを完全に取り戻していた。黒いのがいると気づいてから立ちっぱなしだった鳥肌も収まっていた。墓前に向かって、手を合わせていて、真新しい線香の匂いが鼻をくすぐった。今、すごく晴れやかな気分です。そういえば、まあちゃんの幽霊はどこだと部屋の中を見渡した。そして、見てしまった。墓前に向かう、母のその膝の上、過疎結消えかかった白い光が、はぜて消えた。もう無理だ。赤ちゃんは最後まで、母親のふくよかな胸に手を伸ばそうとしていた。俺は、もう涙腺様を同行することを諦めた。涙より先に鼻水が垂れた。黒いもやも、赤ん坊の幽霊も最初からいなかったように、安穏とした空気が漂っている。単なるサラリーマンに何があったかなんてわからない。見たまま、まさしく魂を燃え散らせて母を守った光景にしか見えなかった。大好き、という思いが俺の心に込み上げた。同調したのだと気づいた。目の前の奥さんが、奥さん。違う、ママ、大好き。皮膚の感覚が失せていった。俺の体が勝手に動く。そして奥さんに背後から抱きついた。あんまあ。あんま。あまあ。ふふふふふふ。俺の口から出た言葉が、信じられないような音色で、本物の赤ん坊の声にどす聞かせたようなものだった。体の自由を取り戻すなり、押し倒してしまった奥さんに頭を下げて、飛びのいた。え？あんまって。すみません。すみません。こんなことするつもりじゃなかったんです。信じてください。落ち着いてください。あんまって、なぜご存知なんですか？え？いや、乗り移られたみたいで。消える瞬間に同調したなんて、言えない。言いたくない。やっと前向きになった女性に涙は似合わない。では、今はあなたの中にまーちゃんが？あ、え。言えないんだよ、どちくしょう。おいでまーちゃん。奥さんが胸のボタンを一つ一つ外して、ブラをずらしおっぱいを露出させた。俺は、薄茶色の先端をボケっと眺めながら、股間が盛り上がっていくのを感じた。
俺の野獣が目覚めてしまいそうだ。目覚めたい、目覚めたいけどそりゃいかんだろう。あ、いや。いや、もう、そちらに戻っていらっしゃいますよ。まあ、ちゃんと機能するのね、我が息子。そんなダジャレで息子の鎮静化を図った。青くなったり赤くなったりしてたと思う。ふ、奥さんが吹き出した。奥さんの目線が股間に向かっていたことは気づかなかった方が幸せだった。いるって嘘をついて知った方が、良かったのではないですか？嘘の手もあったか。嘘と嘘をかけて、息子よしずまれとひたすら念じた。弱みにつけ込むようなクズにはなりたくない。クスクスクス。笑わせて元気にさせようと？あのアドバイスくれた人、師匠がですね。芸人だったもので。未亡人に俺は、俺にアドバイスをくれた人が、男色A、芸だと言っていたと告げた。彼女はお腹を抱えて笑った。彼女はおっぱいをしまおうとはしなかった。俺に向けられている目が、好意に満ちていた。勘違いではなさそうだった。得体の知れない亭主の過去。裏表のある男の影。対照的に、俺は、裏表はあんまないと思う。ただし自覚ありで開き直ってる変人だけど。一人目の寂しい一夜を共にする相手として合格と見られたのだと。頭では理解していた。だからこそ我慢した。収入もさほど多くもなく、会社も決して安泰ではない。ただ偶然で出会ったというだけで、享受していいほど、彼女は安くないように見えた。俺は、すぐさま荷物をまとめた。そして、その時が来た。玄関まで送ってもらったところで彼女が言った。あ、そういえばまだお名前を伺っていませんでした。セザール。昔大好きだった CM のモノマネを大音声で張り上げて、後ろは振り返らずに歩んだ。アトロで、クスクス笑う声が聞こえていた。満足だ。隠して、俺の生涯で初めての経験は終わった。俺は、子供の霊と波長が合うようになってしまって、今もよく見る。とは言っても、霊は消えるものらしいので、そう頻繁に出くわすわけでもない。ただ、見える時は決まって、かなり感応してしまって、好意的にせよそうでないにせよこっぱずかしい目に遭う。嬉し恥ずかし初体験よりは少しマシに対応できるようになってきたけど。パンツの替えは欠かせません。300、304。二人もリクエストがあっちゃ、見過ごすのもあれなので簡単に。セザールさんが普通の生活に戻って2ヶ月ほどしてだな。審査消してフラフラになりながら、八坂の改札を出た時にだ。こんばんは、セザールさん。という声が聞こえた。セザール？って感じで改札周辺でたむろしてる人が、ちらちらこっちを見ているのがわかって、そういえばセザールなんて名乗ったこともあったなぁ。あれ？それって、振り向いてみると、なんともほがらかな、影のない表情をした、未亡人がいた。セザールさんは、本当にバカでな、最寄り駅を教えてしまっていたこと、その時まで失念していた。さすがに、2ヶ月も経ってやってきた意味はわかったよ。吊り橋効果ではなさそうだ、と。挨拶を済ませた途端、彼女が横に寄り添ってきて、腕を絡めてきた。肘がなんか柔らかいものに触れとる。酔いが一気に冷めた。野獣のくせに、結構堅物だと自認していたんだけど。まあ、風俗すら行かずにチェアール力みだったからね。それに比べ、俺なんかよか、よっぽど彼女の方が野獣だった。初体験はもう、犯されたって言ってもいいくらい、すごい誘惑構成から、そうなった。恋人として一年近く付き合って、ある日、彼女が俺の室内を見渡していった。荷物が少なくて楽そうだわ、と。そんなわけで、多摩湖まで徒歩5分程度の、広い家が今の住みか。ちょっと報われなさすぎるし、あえて書かなかった結末だけど、ついでだから書いとく。俺は、あんまり長く生きられないことに、
彼女との再会の地に気がついた。アドバイスは二つあったんだよな。すっかり忘れてたよ。明るくしてや、大丈夫。そして、受け入れちゃいけない。同調っていう言葉でごまかして、やっちゃってたんだ。気づいた時には手遅れだった。ロストチェリーした夜、すやすや寝入ってる彼女を見つめながら、甘酸っぱい思いに寝つけずにいた。人生初めての春が名残惜しかったのかもしれん。翌日仕事なのにと思いながら、相手が寝てる分素直になれて、頬に口つけとかしたっけな。お母さん、取っちゃってごめんなっていう気持ちになって、意識がそちら側に傾いた。最近わかったんだけど、俺は、周波数を変えるダイヤルを回すみたいにして、無意識に見る見ないをコントロールしてるらしい。そして、見えたんだ。俺の胸のあたりに、半分体埋まってる赤ちゃんがいて、なんだか笑っている様子。疲れるっていうのは、本当に疲れる。けれど、悪いものでないだけに、どうしようという気も起きない。それどころか、この子もまた、被害者であるわけで。せっかく拾った建材を、俺が同行するのは、いくらなんでも、なあ。思い出したよ、はっきりと。あの師匠のこと。彼がなんで下手なジョークを交えてまで逃げたか、今は断言できる。赤ちゃんの前ではだらしなく笑って耐えた。奥さんのことも、すごく好感を覚えていた様子だった。肩一発叩いただけで、俺を一時なりとも助けてくれたお人だ、力のある方だったんだと思う。それでも、彼が、あえて俺たちを見捨てたのは、彼自身、この赤ちゃんを受け入れてしまう性格をしていたからさ。受け入れてしまったら、追い出す気にもなれないんだと、彼は自覚があったんだろうな。優しい人。っていう彼の言葉が思い出されて、耳が痛い。ネットで見つけた怖い話。第4918話、マグカップ。うちの姉はとてもモテる人だった。高校ぐらいから彼氏が途絶えたことがなくて、一流大のボンボンとか超大手のリーマンとか、外資の白人とかそんなんとばっか付き合ってた。でも一時期、バイト先の店長と付き合ってたことがあった。俺は、そのカフェに行って、顔見てきたことあるんだけど、普通の冴えない感じのおっさんだった。で、その頃から姉が自律神経失調症だか、うつだかになって、かなりおかしくなった。もう薬つけだしずっと寝てるんだ。そんで俺が朝夜飲み物とか持って行ったりするんだけど、その時水とか入れるマグカップを落としちゃったことがある。そのマグカップはプレゼントでもらったやつで、かなり大事にしていた。やべえ、って思ってちょっとくっつくかなって。いじってたら、黒い髪の毛みたいのが欠けた側面から見えた。まあ結局髪の毛で、俺は、自転車で隣の県の高架下に行って、そのマグカップを柱にぶん投げて割ってきた。家に帰ると姉にマグカップどうしたのか聞かれたんで、落として割っちゃったって言った。続く。普段なら超激怒して怒り狂うのに、そう。って言ってまた寝ちゃった。それから少しして店長とは別れて、いつの間にか鬱とか言い出さなくなって、なんかケロッとしてる。そんでまた働き出して、一流企業のすげえ良さそうなイケメンと付き合い出した。両親はすごく喜んで、一体何だったんだろうって言ってた。友達とかも驚いてたらしい。それで去年その人と結婚して、今は幸せに暮らしてる。俺は、あの時姉がおかしくなったのは、あのマグカップのせいなんだろうなぁ、と思ってる。誰にも言ってない話。ちなみにマグカップは、バイトでもらった。って言ってて、店長にもらったのか、同僚にもらったのかわからない。店長は何気にモテるらしくて、付き合い出して。それを妬んだ同僚にもらったのか、店長が最高野郎でそんなのをくれたのか。今朝その時の夢を見たんだけど、気持ち悪くて朝ごはんのおにぎり吐きそうになった。
ネットで見つけた怖い話。第4919は、放置。これは私の実話です。私が中学1年生の頃、家で晩ご飯を食べていると警察から電話がかかってきて、おじいちゃんの家で男性の死体が発見されたというのです。誰の死体？え、何？と混乱していたのですが、母と父とタクシーで警察署に行きました。どうやらおじいちゃんが死んでしまったんだと分かってきたのですが、どこかおかしいです。身元確認も母のみで、見ない方がいいと言われたのです。その後おじいちゃんの家に行って全てが分かりました。おじいちゃんは自殺したのです。家の前はひどい刺繍、中には入れなかったのですが、玄関から覗くと血の池が乾いたような床。おじいちゃんの死体はひどく腐っていて顔もよくわからなくなっており、骨も見えていたそうです。おばあちゃんが病死して1年、犬と2人で暮らしていたおじいちゃんは寂しさで死んでしまったのです。死亡推定時刻を警察から聞いて驚きました。5月の終わり頃だというのです。おじいちゃんの死体が発見されたのは7月の半ば。ひどい刺繍で近所の人が通報するまで1ヶ月ちょっとおじいちゃんの死体は誰にも発見されなかったのです。しかしおじいちゃんと暮らしていた犬は、なんと生きていたのです。自殺なのだから餌をたっぷり与えておいたのだろうと思って今まで気にしないで過ごしていたのですが、掲示板で同じような境遇で1週間死体を食べて生き延びた犬の話を読んで怖くなりました。一週間で食べてしまうなら、初投稿で使い勝手がわかりません。乱文を許しください。321、犬を置いて自殺しちゃうなんて、無責任だね。犬が生き延びててよかった。何を食べてたとしてもね。もしワンコが食べたんだったら1ヶ月半もあったら肉残ってなくね。ネットで見つけた怖い話。第4920は、変わってしまった彼。私の彼はフリーのクリエイターで毎月後半だけ多忙。だから月初めは年中一緒にいる。先々月の仕事を終えてからおかしい。動物が大好きで、野良猫や散歩中の犬を見かけたら、すぐ寄って行ってコミュニケーション取る人なのに、全くしなくなった。眼中ないようにスルーする。私が促してもキョトンとしている。テンションの問題かもしれないとごまかしていたけど、先日明らかにおかしいことに気づいた。何度も会ったことがある彼の母親が、全く知らないおばさんに。お兄さんがいたはずなのにいない。祖母しか生きていないと聞いていたけど、おじいさんも存命。彼と彼の周囲だけ違和感だらけ。すごく気持ちが悪い。ネットで見つけた怖い話。第4921は、使用禁止の理由。小学生の時、栃木県某所に旅行に行った。途中トイレが我慢できず、使用禁止とある公衆トイレにやむを得ず入った。個室で用を足していると、天井からふーっと荒い鼻息が聞こえた。何の気なしに見上げると、丸坊主の裸の女が四つん這いで、狭そうに体を縮めながら天井に張り付いていた。ちらっと俺を見た。目があった。片目だけ真っ赤に充血していた。鼻が曲がっていた。唇の周りは固まった血が乾いていた。俺は、小便を撒き散らしながら外に逃げ出し、親父に助けを求めた。血相変えた親父が見に行った時にはトイレにはもう何もなかったという。今日のオカルトスレ。オーパーツって大体偽物らしいな。水晶ドクロが偽物だったのは悲しかった。本物認定されたやつあるんを？リンク。現在、十数個が確認されており、そのほとんどがマヤ文明やアステカ文明、インカ帝国といった中南米の考古遺物とされている。
当時の技術水準から考えてあまりにも精巧に作られているとも思えるために、オーパーツとして取り上げられるが、本当に出土品であるかどうかについて懐疑的な説がある。リンク。オーパーツの定義って何を？アンティキラの機械が本物のオーパーツやけど、つまり作れるやんけってことやから、オーパーツの定義に入るかは微妙やね。縮小化と部品の複雑さには特筆すべきものがあり、18世紀の時計と比較しても遜色ないほどである。30以上の歯車を持つ。マイケル・ライトの主張によれば72個。口述。歯車の歯は正三角形である。クランク。現在は失われている。を回転させると気候が太陽、月やその他の天体の位置を計算する。機械の目的が地上にいる観測者を基準とした天球上での天体の位置計算であるため、必然的に天動説モデルを採用している。リンク。当時どうやって作ったのかわからないのがオーパーツなら、19世紀アメリカの鉄鋼製品はオーパーツになるらしいんごよ。どういうことや？そもそも学術用語ではないんやし、明確な定義なんかないんちゃう。鎌倉時代の代用物とかも技術出現してるからオーパーツみたいなもん。それロストテクノロジーって言わんか？ダマスカスとかに本当は当時の技術失われててオーパーツ扱いなんだよな。だからそれロストテクノロジーなだけでオーパーツやないやろ。オーパーツは場違いな工芸品って意味やぞ。どこが場違いやねん。技術失われてたらオーパーツ言うんか？じゃあ Y が小学生の時に用事で作った弓もオーパーツやな。土壁に刺さるくらい強力やったで。どっかの石で作られた深淵の玉とかはオーパーツか？日本の職人が手作業で作ってみせたからオーパーツやないってわかったやろ。夢がねえ。ナスカの地上絵とかって解明されたんやっけ？クロムメッキの剣は 100% それやで。当時、水銀を大量に扱ってたから作ることができたって証明されてる。ドクロ偽物だったのか。確かに綺麗すぎるような気もする。いくつもあるんやけど、どれも機械で研磨した跡があったり、出自が嘘丸出しやったりガバガバなんよな。いや、それは偽物の話やろ。本物は確実にオーパーツ。本物ってなんや？どれが本物なんや？一番最初に作られたやつが本物や。だからどのドクロがそうなんや？そんなのないんやぞ。オカルティストは解明されても不思議不思議と。騒ぎ立てたいからそうやって最後の抵抗しとるだけで、実際には本物のドクロなんてないんや。バベルの塔はオーパーツやろ。あれは本当なぞ。ただ結局当時は作れてたわけだから。突き詰めていけばオーパーツ、イコール、ロストテクノロジーちゃうの。これやね。単に当時の技術を過小評価してるだけとも言える。インドの高純度の鉄スコ。なんたらの灯台。エジプト壁画のヘリコプター、黄金ジェット。現代人が見たらそう見えるだけ。コスタリカの石玉。作れた。水晶ドクロ。ヨーロッパ製でした。カブレラストーン。現地の奴らが偽造してました。全部違ったんや。これ一番上だけ何の説明にもなってへんやんけ。今の人間もええ加減な未来想像したりするやろ。それがたまたま似たようなやつ当たったってことやろ。黄金飛行機は似たような魚モチーフの装飾品が山ほど出とる。簡素な形しとるあれが飛行機っぽいだけや。エジプト壁画の戦車とヘリは壁張り直して文字書き直したから一部剥がれて、そんな感じになっとるだけや。なんか本物疑惑のものはないの？確定でなくてもいいからさ。ブオイニッチ手工はウサン州砂大爆発やけど、まだ嘘とは確定しとらんから。ギリギリいけそうな。あんなん仮に意味があったとしても図から推察するに中二病の音やんけ。意味があってもオーパーツにはならんぞ。
ただの暗号みたいなもんやし。解明されて内容がすごかったら大パーツや、でも文字も暗号ですらなく適当な落書きやと思うわ。嘘やと断定されとらんからまだ可能性があるというだけでほとんど嘘やろあれ。ギザの大ピラミッドとか4000年以上前なんやろ？あんなん作れるんなら、そら水晶ドクロドクロくらい作れるやろって思ってしまうわ。オリハルコンは？真鍮らしい。広い金は？存在しない。唯一買い取る竹内文書自体が詐欺の偽本や。この前再発見された曜変天メチャワンもロストだよね？ほぼ似たのはできるみたいだけど。ロストテクノロジーやね。製法が企業秘密でそのまま消えるのはよくあることやな。特許なんてない時代やし。ベネチアングラスみたいなやつはロストテクノロジー？職人監禁してたんやろ。錆びない鉄塔とかも解明されたしな。ワイガガキの頃は世界七不思議に絶対は言っとったのに。あれなんなん？みんな触るから油で錆びないってこと。クロムが入っとるから今で言うステンレスや。せやから錆びん、錆びとるけど。面白くない結論やな。でもダマスカス鋼とかはカーボンナノチューブが含まれとるらしいからそこら辺は不思議らしいぞ。表面に錆びにくい不純物で皮膜割られてた。多分偶然の産物やろうけどステレンスに近い理屈。女神だか慶丹だかあの時代の満州あたりの文字は、まだ読めてないの多いんだよな。千文字 A、B とかいうわからなすぎて名称すらふわふわしとる未解読文字の響き好き。片方解読されてんぞ。B は解読済みだったんやね。うろ覚えで、すまんな。崩れない螺旋階段とかは違うのか？つっても今の技術で普通に作れそうだけど。できそうやね。あれは作った経緯をあいつらが神秘的に見せるために嘘ついとるから不思議なだけで。ただの腕のいい大工が変わった階段作っただけの話や。アンティキティラの機械だけはガチ。それができる100年くらい前に地球が丸いだの地球の円周だのわかってたんやろ？何が不思議やねん。大抵の詳しくわかってないわ誰も調べてないだけってのはオカルト好きからしたら悲しい現実やね。リーマン予想みたいな超有名問題すら今ほとんど研究してる人おらへんし。ブオイニッチてこう調べてたけど、なんなんやろこれ。っていうワクワクよりこれを解読しようとしてる学者がすげえと思ってしまった。一個ぐらい本物あってほしい。ゴホも浮世絵真似たら浮世絵より勝ち出たな。モアイ像もロマン。ロマンどころか破滅の原因よ。モアイ像作らせすぎて下級民劇をこで文明滅亡やったっけ。森林破壊やぞ。末期とか想像もしたくない。あの狭い島で部族同士の捕食合戦。もともと海洋民族だろうし案外パラパラと散っていたんじゃないかな。自分たちが破滅に向かっていることに気づいたやついたのかね。不可楽の状態に陥る前に。気づいてもそう簡単に脱出できるものでもなさそう。海流の問題でイースター島の外には出られないんやで大型船じゃなきゃ無理。だから島で殺し合うしかない。オレゴンの渦は解明されたんか？あれそういうアトラクションやで。知っとるかわからんけどグラビティフォールズってアニメのインチキミステリーハウスと同じカテゴリーや。だいたい紀元前500年あたりから発達した文明が一度中世で停滞して逆戻りしかけてたのにそこから1000年弱で宇宙に行ってるからな。1万年の歴史の中で現代並みに16世紀くらいに文明が発達してた連中がいなかったとは否定できんわ。せやけど人が住むってのはかなり後を残すもんなんや。未だに血片も見つからんってことは、となってまう。でも最近になってシュメール以前にも文明あった痕跡が世界中で見つかってるからわからんで。ピリレスイの地図。大航海時代にピリレスイっておっさんが作った地図。
そこには当日まだ発見されない南極大陸が映っていた。さらに氷で覆われていては知り得るはずのない川や見たことのない動物まで描かれていた。ちなみに南極が氷で覆われたのは人類が誕生するより前である。学者が知らんだけで現場の人間は知っとっただけやないの？南米大陸が入りきらないから横にずらしただけらしい。オーパーツって言い方がまずあれやけど、ネブラディスクとかアンティキテラ島の機械なんかは本物っぽい。アレクサンドリア図書館とかいうロマンの塊。銅鐸を現代美術で作れないみたいな話聞いたことあるけどマジか。銅鐸が何なのかわからないってのは聞いたことあるわ。日本刀と同じで素材となる合金の作り方がようわからんとかその程度の話やろ。復元しようとした大阪町工場のおっさん曰く、白すぎて割れる、とかなんとか、ピラミッド作ってた奴らが、スフィンクス作った奴って誰なんや？って話してたのは草。あれこそ真のロマンやね。再現不可能なら旋回段とかなかったっけ？ヒジリヨゼフの階段やな。すごく難しいけど不可能ではないらしいな。そのものよりも作った人物のが不思議やわ。経緯がまさに神の奇跡って感じなんよな。ようできたお話なんやけどそこに現物があるのは珍しい。どっかの教会の階段やろ？ふらっと立ち寄った実地が1日で作ってったんやて。ちな手すりは後からつけ。これ好き。奈良時代には発見されたがいつからあるのか不明とかロマン。確か坂本龍馬が新婚旅行の時抜いたとか言うてたな。もう変じゅだろのガラスの町もないんやっけな。フグの卵巣の毒抜きとか日本滅んだらロス。おしまい。